Take two, player. ボルドグウイエベット。皆さん、明けましておめでとうございます。アルナナチャンネルのナナです。2024年初投稿の動画は、年末にエステルゴムへ行ってきた時の風景をシェアしていきたいと思います。エステルゴムに到着するとまず見えるのがこちら、ドーン。この大きな建物はエステルゴム大聖堂です。ハンガリーで一番大きなカトリック教会で、高さはなんと約100メートル。ブダペストにあるセントイシュトヴァン大聖堂よりもさらに大きいんです。見てください、大きすぎて私トリバイが虫みたいになっています。もともと建てられていた教会は火災にあってしまい、再建築されたんですけど、今度はトルコ軍の襲撃により破壊されてしまったそうです。教会の中にも入ることができます。中に入るのにはお金はかかりませんでした。外観といい内装といい、本当に全て息を呑むほどの美しさで、改めて感動してしまいました。大聖堂の裏へ行くと素晴らしい景色が広がっています。向こうがスロバキア、スロバキア、そしてこっちがハンガリー、うん、大聖堂の裏の方から下の町へつながる小道があるのですが、そこからの景色もまたおすすめです。今日はリヴァイとね、あの日本から遊びに来てくれたナオちゃんと一緒にエステルゴムに来ています。ちょっとナオちゃんは相変わらずで声だけの出演なんですけれども、リヴァイはいますどう、まだ全然わからんと思うけどひとまずあの大聖堂しか見てないんだけれども、いやもうびっくりする大きさですダイナミックという名前が合ってる大聖堂だよ ね。ジブリに出てきそうな道も発見しました。そんな感じじゃない。ここに猫ちゃんなんていたりしたら、もうジブリだよ。すごい。すごい綺麗。出てきそうな坂道、階段がありました。坂道も綺麗。どう？何どうした？何が起きている？事件？ああ事件だ。やられている。なんだっけ、ショプロン、ショプロニがやられている。これが事件？事件現場です。オッケー。なおちゃんは早いですね。スタスタと言ってしまいました。ここを越えると何があるのかな？ちっちゃ、あ、本当だ、ちっちゃ、かわいい、めっちゃかわいいんだけど、これレストラン、かわいい、ね、かわいいよね、向こう撮ってあげようか、写真、あっちか、もうそんなに3年前にここに来た、メガネ外して再現、なんかこんな感じだった気がする、こういう感じだった気がするね。3年前もこの場所でリヴァイの写真を撮りました。前と少し変わったかな。鈴木、本当だ。
鈴木があれしてんの？提携してんの？提携っていうか全部シャリも鈴木だよ。本当だ、すごい。エステルゴムは鈴木自動車の生産工場があることでも有名で、街歩きしているといろいろなところで鈴木の文字を目にします。なおちゃん、ハンガリーに来てから初めての他の国です。国に 歩いて渡りたいと思います。スロバキアの方に今からこの橋を渡っていきたいと思います。果たして渡れるのでしょうか。エステルゴムを越えますよ。この橋を渡るとなんとスロバキアに行くことができます。歩いて国境を渡るというのは日本人からすると不思議な感覚でした。あ、水は本当だ。うわ、ご覧ください、こちらの景色。こっちがハンガリー、こっちがスロバキア。おほう、ナナさん、はい、スロバキアについて知ってることは何ですか？スロバキアは昔ハンガリーの領土でした、はい、ハンガリーでした。ですが戦争が起き、はい、分裂しました、はい、恥ずかしながら私が知っているのはこれくらいでした。だけど今回行ったことによって少しだけですが知識が増えた気がします。ここから、無知の私たちはここからが国境だと思ってこんなことをしてたんですけれども、この後まさかの事実を知ってしまいました。雰囲気変わるのかな。入りましたかね。この線の方がなんか強そうだけど。本当の国境はさっきの場所ではなくこっちの線からでした。徒歩です。いらっしゃい。はい、次こそはちゃんとスロバキアに入りました。スロバキア側から見るエステルゴムの風景もとっても素敵でした。スロバキアからのハンガリー、雰囲気はハンガリーとはそんなに変わりませんね、今のところ。で、国に入ったけど別にパスポートを見せろとも言われませんでした。それが EU のいいところらしいです。日本でいうあれだよね、県をまたぐみたいな感覚ってことだよね、はい、うん、ちょっとだけ見に行こう。せっかくスロバキアに来たので少しだけ探検してみたいと思います。でも本当に似てるね、やっぱハンガリー。この歌、なんかアルマゲドンじゃなかった。あ、猫ちっちゃ。あ、また来た。また猫ちっちゃ。めっちゃいるよ。本当だ。ここも猫屋敷か。あれ日本語じゃん。毛太い。ダブル太い。太いじゃない。どれ？え？あ、毛。毛たダブル。え、でもポケモンとかあるよ。ポケモンの飲み物とか。農家レストラン。ちょっと不気味なレストランも見つけました。本当だ。処刑されてます。ここでギオティンで。どういうお店これ。すごい。ユニークなものがたくさんあってなんだか面白かったです。エステルゴムへ戻ってセントラルへ来ました。年末だからなのか空いてるお店が少なかったのですが、街並みはとっても可愛かったです。サンタさんいるよ。星降りた。ジングベル、ジングベル。なんか何これ。ハンガリーではクリスマスが過ぎてからでも飾りやツリーをすぐにしまわないんです。日本の場合だとクリスマス過ぎたらすぐ片付けて、はい次年末って感じですよね。改めて日本との違いが面白いなと思いました。え、これ乗っていい？ねえねえ、撮って撮って。たくさん
歩いたのでちょっと休憩。この道沿いにあったカフェに立ち寄りました。あ、ホットチョコレート、うん、アルコールのコーヒー、うん、アルコールコーヒー普通のコーヒー。このお店ではカフェだけではなくパブもやっています。なのでお酒も飲むことができます。私たちが頼んだのはホットチョコレートカフェラテソーダです。なんかビスケットがついてきた。いやいい音。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。ここではクリスマスシーズンにクリスマスマーケットがやっていたみたいです。残念ながらクリスマスマーケットはもう終わっていたのですが、アイススケートはみんな楽しんでいたし、クリスマスツリーもまだ飾られていました。かわいい本屋さんを発見したのでここでもパシャリ。見てるだけで癒される本ばかりでした。最後にこちらのお店を紹介してこの動画を終わりたいと思います。こちらのお店はサモシュ・マルツィパンといって、ハンガリーで最も有名なチョコレートメーカーの一つです。前食べたのどれ？マルツィパンは日本でマジパンとも呼ばれています。簡単に言うと砂糖とアーモンドを練ってあんみたいにしたもののことを言います。日本のケーキの場合は上に飾ってあることが多いですね。サモシュはケーキの種類もとっても豊富です。1個1000フォリント以上するものも多く、正直お値段的には結構高いんですが、マルチパンとチョコレートの相性抜群で美味しいのでおすすめです。私の友達なおちゃんもお気に入りでお土産にたくさん買っていきました。ちなみに私たちはザ・ハトルテとエステルハジというケーキを頼みました。エステルハジは伝統的なハンガリーのケーキでとっても甘くて美味しいのですが、甘すぎるの苦手って人はちょっと食べづらいかもしれません。サモシュではハンガリーでは珍しく無料で水の提供があり、そこにびっくりしました。ハンガリーへ行った時にはぜひ食べてみてくださいね。ブダペストから日帰りでも行けるエステルゴム、ぜひ皆さんも行ってみてください。この動画いいなと思ってくださった方、いいねやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time!